小林俊です。今木彫に、課題で木彫で絵を彫っています。家では、ガラスに絵を描いたりとかちょっとした実制作もしながら過ごしています。最初にもらった木材の、厚みとかその木の大きさからなんか面白いもの彫れないかなと思って絵彫ろうかなっていう思いつきなんですけど、ちょっとこうヒラッとした薄い感じが彫れたらいいかなっていう感じですね。動物が好きで動物系彫りたいなと思って、厚みによってはなんだろう、バクとかなんかちょっとそういう系でも良かったんですけど、ちょっと木の大きさ見て絵にしようかなっていう感じですね。はい、薄さ薄さというか軽さとかをこう出すところに苦労しているというか、薄さはもうこの端っこら辺はもうこれぐらいで薄さはいいんですけど、尻尾をもっと細くしたり、この続きを作ったりっていう感じで、最後は鉄で台まで作って完成させようかなっていう感じですね。そんなに木目が結構生きるような仕上がりにできたらいいかなっていう。制作は、これは日本画で、ユーゴランドを描いたんですけど、ユーゴランドにした理由というか、この東京ドームシティの夜歩いてる時にユーゴランドと電気がついてて、すごい綺麗だなと思って日本語で何か書いてみたいなっていうので書きました。なんかこのぼんやりしたちょっとこう現実とはちょっとまた違う感じが出せたのかなっていう感じですね。光ってる感じをすごく出したくて、背景の夜の感じとその光の感じであんまり細かく書きすぎないみたいなところを意識しつつ描きましたね。実製作で描いたんですけど、線香花火を描きました。ガラスに直接アクリル絵の具で、描くような感じで描いて、写真みたいな感じで描きたかったんで、自分としては結構やりたいことができたかなっていう感じですね。大変だったところ、ガラスに黒を全部塗ってそこをひっかいて描いていくようなやり方で描いたんですけど、やっぱりこう思うようにいかないっていう、何回かこう何度も塗りつぶしてひっかいてみたいなことはやって描きました。自分は一応これで弾いてるんですけど、個人的にはその光の弾けた感じと、あと全体的によくできたかなっていう感じですね。はい、ケジクは、絵自体は、実施制作というか好きな絵描いてきてみたいな感じで言われて、授業でそのケジクにするっていう、を日本側の授業でやりました。軸のデザインもいろいろみんなそれぞれで考えてやって、こう先生に教えてもらいながら完成させた感じですね。絵とその布の色とかも結構考えてやっていい感じに仕上がったんじゃないかなって感じです。小さい頃から技術っていうか絵とか物を作ったりとかっていうのが好きで、高校生の時ぐらいから本格的に絵を描いたりとかそういうのしてって、大学でも技術勉強したいなっていう感じですね。はい、そういった理由はその総合造形専攻だと、あと1、2年生の間いろんな日本画とか油絵みたいな、いろんな分野をなんかこう基礎授業っていう感じで
で、なんかいろんなことを経験した上で3年生で分野を選択するっていうカリキュラムだったので、それがすごい高校ではそこまで決めてなかったので、なのですごくいいなと思って入っていました。分かったことは、まあ、美術が好きな人、まあ、ばっかりなんで、まあ、そういう話ができたりとか、まあ、文政その人数も少ないんで、先生との距離感とかもすごく近くて、まあ、そういうのは普通の大学とはちょっと違っていいところなのかなと思います。まだ確定はしないんですけど、一応今教員免許の、まあ、勉強はしてて、まあ、美術の先生とか、まあ、何かしらの美術に携われるような仕事ができれば一応剣道を、まあ、高校生まで、ね、ずっと部活としてやってきてて、まあ、今は趣味程度な話なんですけど、まあ、たまにやったりとか話してます。ですね、好きなものをこう自分の中で求めていくっていうことをこうやっていけばいいことがあるかなと思うんで、美術が好きとか、それ作ったり描いたりとか好きっていうんだったら、そういう美術大学受験するっていうのも、その美大に入って新たに